村布江は、漫画家、水木しげるの妻。自伝、ゲゲゲの女房の著者であり、同章を元にした同名テレビドラマの主人公、村井文江のモデルである。1932年1月6日、島根県の義軍大塚村の商家である、飯塚家の三女として生まれた。飯塚家はタバコを製造したり、呉服屋を営んだりしていたが、父、東兵衛が、女相手の商売は、 合わんという理由で呉服の仕入れをやめてしまったために、布絵が生まれた頃には蔵に残った反物を細々と売ったり、テニス用のガット作りの人を集める元締めのようなことをして、生計を立てていた。また、東米は村議会議員を務め、戦後、酒の小売りの免許を取り、酒屋を始めた。安木高等女学校卒業後、二人の姉が、 相次いでとついでいく中、布江は家に残り、祖母の手伝いをしていた。祖母も高界して手も空いた頃には、結婚的礼儀を過ぎ、良い縁談話を待ちわびていたところに、1961年に、水木茂との見合い話が舞い込んできた。間に立ったのは、布江の母の弟で、この叔父の妻の実家が、村家の桃園だった。水木の多忙のため、 見合いから5日後に結婚式というスピード婚だった。式場は、夜名子の名田町、後藤のお屋敷だった。石品洗うがごとき、当時の水木の生活は、見合い話で聞かされた中人口とは、かけ離れていた。東京のイメージとはほど遠い水木の家を、初めて見たとき、布江は声を上げて驚いたという。常に、七夜に入りびたりで、 長女が生まれた後には布絵が持ってきた着物まで出されてしまう。しかし、懸命に漫画を描く水木の姿を見て、布絵は次第に敬意を抱くようになり、やがて自分の誇りにさえ思うようになったという。漫画の締め切りが迫ると、ベタ塗りなどの単純作業をこなすこともあった。次女に恵まれ、やがて水木の名が売れて生活も好転したが、変わって水木は、 漫画の依頼が増えすぎて、殺人的な多忙に苦しめられるようになる。水木は妻や家族にかまける余裕がなくなり、貧乏時代より、この頃の方が辛かったかもしれないと布江は書いている。水木しげるロードに設立された、水木しげる夫妻、ブロンズ像2008年に表した辞典ゲゲゲの女房が、2010年4月から9月まで、NHK 連続テレビ小説において、 テレビドラマ化されている。さらにこの年の11月には映画が公開された。翌年には舞台化もされている。布絵をモデルとした人物を、テレビドラマでは松下奈緒が、映画では吹石和恵が、舞台では水野美希がそれぞれ演じている。テレビドラマのヒットを受け、2010年新語、流行語大賞の年間大賞には、ゲゲゲノオが選ばれて受賞している。 また、水木しげるロードに、夫婦のブロンズ像、安木市大塚町の実家の前に、つなぎ石の石碑が建てられている。ありがとうございます。